はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では信長の野望小生録パープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回ようやく大和郡山城を攻め落としましたので、今回はですね、もう巨閣三好家が治める大坂、こちらを攻めていきたいというふうに思います。では早速続きをプレイしていきましょう。松倉城は引き続き攻めている感じですかね。信兼が攻めています。櫓の数は 1,2,3,4,5、 変わってないですね。まあ、ちょっと松倉城もこのターンで潰すのは少し難しいかなっていう印象ですね。数がちょっと足りないかなと。せめて3倍ぐらいの兵力があれば落とせるかなとは思うんですけどね。城が小さいとね、逆に攻めにくいというか、こちらが車の中に配置できる部隊数が少なくなるんで、少し戦いづらくなるかなっていうね、印象はやはりありますね。今だと各車に2部隊しか配置できないので、同時に攻撃できる数が2なんですよね。で、一方相手はわんさかわんさか矢倉から弓を放ってくるんで、まあ、そう考えると少し難しいかなと。刑事は一旦戻しましょう。で、今だとちょっと支配している城の各々の情勢を確認しておくとですね、まず名古屋城に関しては松倉城攻めに部隊を出してもらいたいというところで、委任状態としては松倉城になっています。で、岐阜城に関しても同じく松倉城になっています。まあ、兵数もねそれなりにいるというところにはなりますね。で、大川内に関しては委任状態としては大坂になっていて、先ほどというか前回ですかね、取った大和郡山と、二条城に関してもそれぞれ、大坂を攻めるという構えになっています。で、ちょっとね武将がどれくらいずつ入っているかっていうのを見ておいた方がいいかな。武将の数ちょっと小さいね、マスがね、台に変えて、どうでしょう、武将の数で言うと、4人だけか、ちょっと少ないよね、そう考えると。二条城には4人。うん。で、大和郡山にはというと、こんだけいるか。ちょっと大和郡山から少し人を動かしますか。で、安土はというと、安土にもね、それなりに武将の数はいるはず。結構いますね。てか、めちゃくちゃいるな。で、大川内はというと、5人。ちょっと少ないか。で、岐阜はというと、3人。ちょっと少ないですね。最低6人ぐらいはいるような体制を作っていきましょうか。そしたら。名古屋城には6人詰めてますね。じゃあちょっと人をバシバシ動かしていっちゃいましょう。まずですね、人の移動に関して言うと、安土から六角を大和郡山、森政を二条城、朝倉、この2人も大和郡山に入れましょう。で、徳永に関しては岐阜へ。まあ、この辺りもね、岐阜にバンバン入れて松倉城攻略に当たってもらうっていうのが、どうでしょう、なんかいいかなっていう感じがしますけどね。あとは最前線にあたる二条城にも、まあ、バランスよく配置していきましょう。あと三雲は大和郡山に配置して、で、逆に大和郡山にいる丹羽長秀を
安土に召喚、秀吉も安土に召喚しましょう。これでいいかな。はい、じゃあ一旦これで進めていっちゃいましょうね。まあ、松倉城は難しいよね。矢倉の数が一つ減ったか。今まで5個あった矢倉の数が4つに減ってるので、まあこの感じでね、徐々に敵の数を減らしていくしかないかなとは思うんですけどね。まあ波状攻撃するだけの数がちょっとないかな、部隊数でいうとね。せめてその10部隊、つまり軍勢の数で言うと2軍勢ぐらいを派遣しないと、もう落とすのは少し難しいかなという印象がありますね。まあそれでも本丸までこじ開けましたね。本丸まで、まあ、ちょっと本丸を中に入ることはできなかったけど、本丸の目の前までは一応入り込んだと。関東の方では北条がね、だいぶ誘惑しつつあるので、これ以上北条がでかくなる前に畿内は制覇しておきたいよな。今三好と犀賀がぶつかっているので、で兵を返してきたな。三好が今の動きを見てると、こちらの方に兵を返してきてる動きがちょっとありそうかな。いや本当に多いね。大和郡山は人が多い。そう考えるとどうだろうな、二条城がちょっと人が少なすぎるかなっていう感じもするな。秀長は安土城に入れて、で人の動きを少しもうちょっと考えましょう。大和郡山に人がいすぎるので、朝倉は二条城に移動だな。六角も二条城、まあちょっと無駄に人を動かしちゃってる感じがしますけど。で敵がどうだろう、動いてきているところはあるんですが、安土から兵を出していきましょうか。兵数が15000、ちょっと数としては少ないかな。戦闘力の高いところ、上から5人出していきましょう。でもちろん信長も出しましょう。まあ信長頼みというところがどうしてもあるんで、であとは、勝家かな、やっぱり。勝家、まあ勝家ですかね。鉄砲の数がもうちょっと揃ってきて、軍馬の数も揃ってくれば、少し動きも変えていいかなという気もするんですけどね。あとは正勝を5詰めで入れましょう。こんなところでどうですかね。松倉城か、引き続き頑張ってくれてるけど、どうだろう。矢倉の数は3つまで減らしましたね。ただやっぱり兵の数がちょっと足りてないかな。
まあ城兵が4000いて味方がね2000そこそこだと、城攻めに関してはね相手より絶対兵数が必要なところで、この状況ではまあ、しょうがないというか、まあ、勝てなくて当然かなというところもありますからね。あとは、まあ、今回みたいにこの無駄な城攻めに思えるこの戦いも、実はさっきからお話してる通り確実に敵の防御施設とかを減らしていっているので、まあ、この後ね、続けて攻めてくる部隊がいるんであれば、まあ、波状攻撃という意味ではかなり有効なんですけどね。大和郡山城か。今度はこちらが守りに入ってるんだな。まさか落とされるなんてことはないだろうな。大丈夫かな。まあ大丈夫かな。いや城を攻められるのは初めてだな。ただだいぶ数が入り込んでるんで、この数考えると援軍を出してあげないと難しいかな。松永は三好に仕えてますね。久秀は今ちらっと出てきた情報を見るがいいだと。さて敵の入り込み状況ですが、鈴木貞雄かで池田、これは敵ですよね。純慶を人思いに切って捨てましょう。水純慶もね、大名だったのに今や一般武将になり下がって、たかだか2000の兵しか率いてないという、まあなんともな感じだな。今度はついにこちらの軍門に下った感じかな。で、大和郡山城は大丈夫なのか、本当に。なんかね、守備部隊が全然出てない感じがするけど。大和郡山がね、2つの城から狙われてるなんて状況、ちょっと笑えないですからね。さあ今度は本願寺が攻めてきたの。ちょっとこれ本願寺に落とされるな。
大和郡山城の奪還作戦を展開しないとちょっといけないかもしれないですね。いやー、大和郡山がまさか三好に狙われ、本願寺に狙われっていうね、この状況は想定してなかったけど、奪われたか。まあしょうがないね、取り返すしかないね。まあ、村重ごときにというところはありますけど、前田刑事だったらなんとかね、1体でも2体でも減らして散ってほしいな。刑事が散ったか。まあしょうがないね。大和郡山城は今誰のもとにあるわけ？なんかどん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 ね、持ってる人が変わってるけど。大和郡山の持ち手が誰かちょっと確認しておきましょう、次のターンで。やっぱり横を突かれるとね、厳しいよね。ただ、あの大和郡山を失ったとしても大阪が逆に取れれば、まあ全く問題がないというか、大阪の方が拠点としては重要だし取りにくいし全然ありなんですけどね。前田刑事は、戻しましょう。朝勝も戻して、で三好が戻ってきてるんだな。で今大和郡山も三好のものになってるんだなってことは、急いで取り返しましょうというのは間違いなくて、一つは六角を、一回城攻めしてみる。なんか落とせる気しないけどな。一回当たってみますか。そうすると勝家と、これは落とせるな。なぜなら敵の三好家全部出払っていて、驚くべきことに317人しかいない。でこれ大和郡山に今三好が城取りましたけど、そこを逆に奪い取ればいいだけですよね。となれば逆にこれって三好に大和郡山の餌を与えて大阪を取ったとあれば、むしろ作戦を主導した雰囲気を出せばすごくいい作戦ですね。もう浅野長政忠次、まあ、この辺りはね、いやー、酒井忠次ってだってもともとこっちにいたじゃん。今更？まあどうしてもっていうならいいけど、長政は来るだろう。まあ、この辺りはね、基本的に雇っていけばよくて、で、委任状況を少し変えていきましょう。攻撃目標は、ここでやっぱり再度大和郡山になってきますね。いや、でも本当に大阪を取ったのはでかいな。大阪を取ったのはすごく大きくて、大河内とかに関してはどうだろう。攻撃目標を再度、大和郡山に設定して早急に取り返しましょう。大和
軍勢としては生きてますからね、滅んだ、拠点というわけではない以上は。そしたらこっちから軍勢を出していきましょう。利家と秀吉を出して、とりあえず大和郡山の方に、部隊を送っていくっていうね、ところで、攻めるんだぞっていう意思を見せて、他の城からの増援を待ちましょう、構えとしては。大和郡山なんてね、取り付いちゃえば多分、あっという間に取れるんじゃないかなと思うんで。お、八上城からもみーさんが来ましたね、もみーさんが。旗の家からの貢ぎ物は受け取りましょう。姫路城から別所か。なんかいよいよ赤松とかこの辺りの武将たちとの接点が出てきましたね。大岡町に関して言うとね、常に、武将がいるという状態だと思うんで、まずは周りにいる邪魔くさい連中を撃破していきましょう。和田を使う、池田知政ですね。知政を打ったら、今度は勝家を出しましょちょっとこのターンだけで倒すのは難しいかな。大丈夫かな。敵がね、数で言うとさすがに多いんで、減らしきっておかないと、次のターンで反撃を食らった時に結構あっさり逆転を許すかなっていうところもありますからね。さあ、混乱中の部隊を一気に潰したいけど、ちょっと数が足りないかな。ただ御の字でしょう、これだったら。で、早速じゃあ長政に出てもらいますか。いや、その前に朝倉だな。朝倉を出しておきましょう。よし、こんなところで城の守りは固めたのでいいでしょう。別所か、よくよく来るね。盟約と言われても、姫路城はね、もらい受けたいので、このままにしましょう。で、村重を撃破。違う違う、村重が撃破したですね。この辺りもガリガリやられるね。佐久間盛政の部隊、やっぱりあれですよね、三好は大坂を抑えていただけあって、騎馬であったり鉄砲であったりっていうところではすごく装備に余裕があるというか、贅沢というか。
丹羽長秀に忍術修行に行ってもらいましょうか。で、安西はどうしても潰したいので、将来的に、しかもできるだけ近い将来ですね。荒木村重を先に潰しておくか、いや、ここは先に三好だな。大名を潰しておく方がいいでしょう、どう考えても。で、斬首しましょう。で、舞台が出せるかどうかだな。ちょっと長政今度こそ出せるかちょっと見てみて、出せるようであれ出せないね。引っ込めましょう。で、大和郡山に関しては本願寺がまた兵を出してきてますね。松井隊だな。松井隊をどう料理するかだけど、秀吉の戦闘力がね、もうちょっと上がってきてくれると心強いんだけどね。まあ士気は確かに高いけど、御所から部隊はもうできてるのかな。4000しかいないんで、あとは安土が兵数はちょっと足りないね。そうすると信長の部隊をこの後そのまま大和郡山方面に出陣させますか。ちょっとね、動き的に本願寺の動きが怖いところもありますけど、横槍を入れられて羽小路か。松倉城方面の戦いもやはり苦戦が続いてますね。なんで一旦次ですね。お、いや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 、これめちゃくちゃいいぞ。大和郡山、おお、忠次、先ほど忠次はね、捕まえた時に願えれって言っても絶対願わなかったのに、このタイミングでこちらに願ってくれたの。いや、ありがたいな。で、数正も戻ってきたか。よし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 、非常にいいぞ。数正も戻って、忠次も大和郡山も明け渡してくれたわけだね。となると急いで大和郡山の救援に向かいましょう。こんなことしていられない。これでまともにぶつかってどうにかなんのかな。本願寺かなりの軍勢出てるもんな。まあ、とりあえず一体一体追っ払っていくしかないね。よし、壊滅させたね。ほぼノーダメージで壊滅させたのでよしでしょう。で、ここも
まあ、できればノーダメージでいきたいけど、さすがに虫が良すぎるかな、ノーダメージは。たかだか25の兵に混乱させられたか。予想外だな。いや、予定外って言った方がいいか。なんとか敵の本陣を切り崩したいけど、ちょっと難しいかな。こちらも一部隊壊滅して、ここだよね、決着つけられなかったか。まあよしでしょう、よしよし。で、大和郡山に関して言うと、今武将が忠次と高山重友だけか。なるほど。で、あとは、成政、溝口、この辺りの部隊が間に合うとも思えないね。となると引いてくれることを祈るぐらいかな。まあ、この姉小路の松倉城攻めはいい加減時間がかかるな。もう少しね、まともな武将を派遣できれば状況も変わるかなとは思うんですけど、とりあえずこの姉小路自体の大名部隊を壊滅させないと、ここが突破できないですね、硬すぎて。松永久秀がどうした。軍資金839、ありがたいね。いやー、数正の部隊は一撃でやられそうだな。数正は今度三好に捕まったが、いやー、なかなかだな。で、本願寺ね、ここも厳しいよね。で、和豊は侍大将になったと。いいですね。そうするとですね、今かろうじて本願寺を抑えてる感じか。三好のね、滝川和正、せっかく味方に戻ってきてくれたのを返す羽目になったというのだけは、変わる変わるも残念だな。ちょっと変則的な布陣を敷いてますね。ここで逆転されるね。鉄砲を持ってると強いよな。そしたらですね、ちょっと時間が長くなりましたので、一旦ここで終わりにして、次回は大和郡山の奪還作戦と、あとですね、ちょっと全国マップを見ておくと、三好が、まだ残っていると。いうところで、次、三好を攻めて、あとは赤松の姫路、さらに浅井ですね、浅井。先に浅井かな。三好を攻めた後は浅井かなという感じですね。ちなみに三好のこもる城がどこかというと、ここか、松水城か、硬いな、松水城も。数正が囚われたままですからね。三好家から出奔してくれればいいんだけど。で、剣女はどうだろうな。潰せるんだったら潰しておきたいけど、仕掛けるだけ仕掛けますか。まともにぶつかっても勝てる相手じゃないけどね。前衛をとりあえず2つ。ただここで回復か、さすがだな。
壊滅したね。いやー強いな。いや、一旦ここで終わりにして、次回この続きを頑張りましょうか。増援を出してあげないと少し厳しいかな。はい、では次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。